ジェームズ・ボンドは1953年にイギリスの元スパイで小説家であったヤン・フレミングが創作した架空のイギリス人スパイであり007シリーズの主人公である。フレミングは彼を主人公とする12の小説と2つの短編小説を表した。ジェームズ・ボンドは秘密情報部で国際的に活動するエージェントであり、コードナンバーは007。 ロンドンに居住している。フレミングが第二次世界大戦中の海軍情報部隊での任務中に知った数名のコマンド部隊メンバーをもとにした合成キャラクターであるが、フレミングは自身のスタイルや趣味に基づいて様々なものを加えている。フレミングはボンドの名前は同じ名前のアメリカの鳥類学者から借用したと述べているが、フレミングと一緒に働いていたウェールズのエージェント、 ジェームズ・シーボンドから名前を取ったという説もある。ボンドは車、美食、アルコール、恋愛、そして1日60本のカスタムメイドのタバコを吸うことなどが趣味であり、こうした特性は本の至るところで一貫して見受けられる。1964年8月のフレミングの詩以来、小説14作とノベライゼーション2作を書いたジョン・ガードナーや小説6作、 ノベライゼーション3作、短編小説3作を表したレイモンド・ベンソンを含め、他の作家がボンドを題材とする公認作品を書いた。その他に、キングスリー、エイミス、セバスチャン・フォークス、ジェフリー・ディーバー、ウィリアム・ボイド、アンソニー・ホロビッツなどが、ボンドの作品を表した。さらに、若き日のボンドを描く小説、ヤング・ボンドが、チャーリー・ヒグソンによって表された。 オリジナル作品のスピンオフとして、ボンドがアメリカのエージェントとして描かれたテレビ版カジノ・ロワイアルが作られた。また、コミックストリップシリーズもデイリー・エクスプレスに掲載された。ボンド映画はこれまでに26本制作され、7人の俳優がボンドを演じている。イアン・フレミングの作品の中心人物は、秘密情報部の架空のエージェントである、ジェームズ・ボンドである。ボンドは、 コードナンバー007で知られ、イギリス海軍予備員の中佐だった。第二次世界大戦中、フレミングは友人にスパイ小説を書きたいと語っていた。フレミングは1952年2月17日にジャマイカのゴールデン相手で彼の最初の著書であるカジノロワイヤルを1ヶ月ほどで書き上げた。フレミングは、 合計12作のボンド小説と2つの短編小説を書き続け、1964年8月12日の朝に亡くなった。彼の最後の2冊、黄金の銃を持つ男と、オクタパーシーザ・リビング・デイ・ライツは死後に出版された。フレミングは、ボンドが第二次世界大戦中に遭遇した秘密情報員とコマンドをモデルにしたとしている。モデルの中には、 フレミングが崇拝していた兄のピーター・フレミングも含まれた。兄のピーターは戦争中にノルウェー、ギリシャでのライン作戦に関与している。兄の他にもフレミングが1930年代にキッズビュールで出会ったスパイであるコンラット・オブライエン・フレンチ戦時中第30コマンド部隊で功績を残したパトリック・ダルゼル・ジョブ。 パリの未六局長だったビル・ダンダーデールなどがモデルになったとされる。ダンダーデールはカフリンクスと手製のスーツを身につけており、ロールスロイスを運転していた。その他にフィッツロイ・マクリーン卿、ミロ六の二重スパイだったドシャン・ポポブもモデルになったと言われている。2016年、BBC ラジオ4のドキュメンタリーは、ジェームズ・ボンドの性格が20世紀の作家のフィリス・ボトメが表した。 1946年の小説ザ・ライフラインから取られたと報じた。ザ・ライフラインの主人公、マーク・チャーマーズとボンドの明確な類似点が、スパイライターのルパート・アラソンによって強調されている。ボンドの名前は、カリブ海の鳥の専門家であり、図鑑、バーツ・オブ・ザ・ウエスト・インディーズの作者であるアメリカの鳥類学者、ジェームズ・ボンドの名前に由来している。 熱心なバードウォッチャーであるフレミングは、ボンドの図鑑を一部持っていた。彼は後にこの名前が簡潔で、平凡、アングロサクソン人っぽく、なおかつ非常に男らしく、まさに自分が求めていたものだとピンときたんだ。そして二人目のジェームズ・ボンドが生まれたと、妻に語った。ボンドの名前の由来となった、鳥類学者のジェームズ・ボンド別の機械にフレミングは、私は、最も簡潔で、 鈍く、明白な響きの名前が欲しかった。私が見つけた、ジェームズ・ボンドは、ペレグリン・カールーザーズのような名前よりも面白く、ずっと良かった。エキゾチックなことが彼の周りで起きるが、彼は、中立的な人物、つまり、政府機関に用いられる、匿名で率直な道具として存在すると語っている。フレミングは、鳥類学者本人とその妻に会った後、 この辺りの冗談全部を楽しんでくれている魅力的なカップルと表現した。カジノロイヤルの最初の走行ではミッション中にジェームズ・セクレタンという名前をボンドの偽名として使用していた。2018年イギリスやアメリカの多くのウェブサイトで実際の秘密情法院から名前が浮かんだ可能性があるというレポートが取り上げられた。公表された軍事記録によると ジェームズ・チャールズ・ボンドというウェールズの元学童用5人の男が特別作戦執行部においてフレミングの下で働いていた。このウェールズ出身のボンドの戦争記録に関する文書は2014年に公開された。ボンドのコード番号である007は第一次世界大戦のイギリス海軍情報機関の主要な成果の一つであるドイツ外交コードの解読の話を参照して、 フレミングが考えた。イギリス人によって解読されたドイツの文書の一つがツインメルマン伝報であり、これはコ高度007語で暗号化されていたもので、これは米国が戦争に参加するようになった要因の一つとなった。フレミングはボンドの外見をホーギー・カーマイケルと比較した。顔は作曲家、歌手、俳優のホーギー・カーマイケルに似ている。ベスパー・リンドは カジノロワイヤルで、ボンドは私に、ホーギーカーマイケルを思い出させるが、何か冷たく冷酷なものがあると語っている。同様に、ムーンデーカーでは、特別渋谷役員の柄ブランドは、ボンドは確かに格好良い。ある意味では、ホーギーカーマイケルのよう、右の眉毛の上に落ちるあの黒い髪、ほとんど同じ骨格。しかし、そこに、口の中に少し残酷な何かがあって、 目が冷たかったと述べている。小説の中では、ボンドは、大概、暗い、かなり残酷な見た目を持った人物として言及されている。小説では、ボンドの身体的な描写は、一般的に一貫している。右方に3インチの長さの薄い垂直の傷跡、青灰色の目、残酷な口、短く黒い髪を有している。 身長は1 8 3トル体重は7 6ラムである。カジノロワイヤルで、スメルシュのエージェントが、ロシアのキリル文字を、ボンドの右手の後ろに刻む。自作の、死ぬのは奴らだの始まりまでに、ボンドは傷跡を隠すために食費をした。フレミングによると、ジェームズ・ボンドの年齢は30代半ばから後半で、年は取らない。ムーン・レーカーでは、 彼は霊霊セクションの規定定年年齢である45歳を8歳下回っていることを認めている。つまり、当時37歳だった。その小説の脚中には、作中が1954年11月で、ボンドが1917年頃に誕生したと記されている。フレミングは、ボンドの誕生日を設定しなかった。しかし、ジョン・キアソンによるボンドの架空の電気。 ジェームズ・ボンド伝で誕生日は1920年11月11日と設定された。ボンド家の紋章フレミングは最後から2番目の小説007は二度死ぬでようやくタイムズに載ったという触れ込みの架空の死亡記事を用いてボンドの家族に関わる背景を描写した。この本は映画ドクター・ノーが公開された後に最初に書かれたもので ショーン・コネリーのボンドの描写はフレミングのキャラクターの解釈に影響を与えた。小説ではボンドの両親はスコットランド・グレンコー出身の父、アンドルー・ボンドとスイスの某出身である母、モニーク・ドラクロワであると明かされている。若き日のジェームズ・ボンドは幼い頃は長期にわたって海外で過ごしており、父親が ビッカースの軍事会社の代表として働いたため、ドイツ語とフランス語を話せるようになった。11歳の時、シャモニー近くのエギュイユ・ルージュでの登山事故で両親が亡くなり、孤児になった。イートン・カレッジ、ボンドの母校で、二学期間過ごした。両親の死後、ボンドは、おばのミスチャーミアン・ボンドと一緒に暮らすため、ペットボトムの村に行き、そこで、初等教育を終了する。 その後、12歳くらいの時にイートンカレッジに一時的に通ったが、メイドと恋愛問題を起こしに半期後に退学する。ボンドはイートンから奉公になった後、父親の出身学校であるスコットランドのフェティス、カレッジに送られた。16歳の時に初めてパリを訪れたボンドは、そこで初めて生態系をし、後に短編、バラと拳銃で当時を改装している。フレミングは、 自身の体験をもとにして、キャラクターを作っており、ボンドは、フレミングと同様に、ジュネーブ大学に短期間通ったことをほのめかし、後に、短編、オクトパシーで殺害されたハンネス・オーバーハウザーによって、キッズ・ビューエルでスキーを教えてもらったことにしている。1941年、ボンドは、国防省になる予定だった支部に加わり、王立海軍士願兵予備隊の副官となり、 戦争終了時には指揮官だった。公務員の一部である、シークレットサービス内の役職に応募すべく、M に連絡し、主席官に昇格する。フレミングの最初の本、カジノ・ロワイアルの冒頭で、ボンドはすでにレイレイエージェントであり、ニューヨーク市のロックフェラーセンター、RCA ビルディング本部を収容の36階に、いる日本人のスパイとイギリス人エージェントを裏切った。 ノルウェーの二重エージェントの二名を殺した後、この地位を与えられた。ボンド学者のジョン・グリズウォルドは、これらが、イギリスの第二次世界大戦の秘密軍事組織である、特別作戦執行部のために、ボンドが行った、戦時中の任務の一部であったことを示唆している。1954年、ソビエトのファイルによると、ロシアより愛を込めてで、ボンドは、聖マイケル、 正常時勲章を受賞した。飲料、フレミングの電気作家、アンドルー・ライゼットは、カジノロワイヤルの最初の数ページ以内で、イアンは、ボンドの得意性や、特徴のほとんどを紹介していたと述べた。ボンドの外見、ベントレー、喫煙と飲酒習慣も含まれていた。ボンドのマティーニの詳細は、本の第7章で出てくるが、ボンドは、最終的には、ベスパリンドにちなんで、 ベスパーと名付けた。ボンドの飲酒習慣に関する描写は本のシリーズ全体で登場する。女王陛下の007の間だけで、ボンドは46の飲み物を消費している。プイ・フュイッセ、リクビールとマルサラワイン、アルジェリアのワインのボトルを、ほとんど、1953年物、シャトー・ムートン・ロートシルトとクラレットを少々、テタンジェとクルック・シャンパンとベイビー・シャムを飲んでいるほか ウイスキーとしては、水割りバーボン3杯、1パイントの E はハーパーバーボン、ジャックダニエルのウイスキー、ロックのダブルバーボン2杯、ウイスキーのソーダ割り2杯、ストレートのスコッチ2杯、ストレートのウイスキー1杯を消費している。ウォッカの消費量は合計で、ウォッカトニック4杯、ダブルウォッカマティーに3杯だった。他のスピリッツとしては、ジンジャーエールで割った、ダブルブランデー2杯と、 フラスコ1杯分のエンジアンシュナップスとダブルジンが含まれており、さらにジョッキ4杯分ドイツビールを飲んでいる。ボンドのアルコール摂取は仕事の遂行に影響しないらしい。ノンアルコール飲料について、ボンドは紅茶を避け泥と呼んで大英帝国の没落の原因だとしている。彼は代わりに濃いコーヒーを飲むことを好む。料理イングランドにいて、 仕事をしていないときは、ボンドは、フレミング同様、グリルした下ラメ、シャードエッグ、ポテトサラダと冷たいローストビーフなどの簡単な食事を、する。しかしながら、任務中には、ボンドはより贅沢な食事をする。これは、1953年に、カジノロワイヤルが発表されたとき、イギリスではまだ多くの食品が配給されていて、ボンドは、イギリスの戦後の緊縮、配給、 力が失われたという迫り来る予感に対する理想的な下毒剤だったためである。読者のほとんどが海外に旅行していなかった時代、ボンドが海外でエキゾチックな地元の食べ物を食べていると豪華さゆえに同時代の読者からさらなる注目を浴びた。1958年4月1日、フレミングはマンチェスターガーディアンに自作を擁護すべく投稿を行い、 この新聞に掲載されたドクターノーの批評に言及した。ボンドの食品とワインの消費をギミックと呼びながらフレミングはこれが不幸にも特徴になってしまっているのです。私自身、ワインや食べ物への男のこだわりといったものは嫌いです。私の好きな食べ物はスクランブルエッグですと嘆いている。フレミングは スクランブルエッグのこととなると非常に熱心だったので短編小説007インニューヨークを使って料理のお気に入りのレシピを提供したこの物語ではフレミングの友人であるアイバー・ブライスの家政婦名のレシピが使われておりボンド自身の家政婦の名前がここから取られている研究者のエドワード・ビダルフはフレミングは全シリーズで70もの料理をしっかりと描写しており その多くは、スクランブルエッグやステーキなど共通するものを使っている一方、それぞれが異なるものとして描かれていると指摘した。喫煙ボンドはヘビースモーカーであり、1日に70本のタバコを吸っていた時期すらあった。タバコをモーランド・オブ・グロブナー・ストリートでカスタムメイドし、バルカンとトルコのタバコを混ぜた通常より高い、ニコチン含有量のタバコを持っている。 タバコのフィルターに3本の金の帯がある。タバコは50本収納できる幅広の放金製のシガレットケースに入れている。彼はまた表面の金属を黒くいぶしたロンソンライターを使う。1930年代以来、モーリングでタバコを購入していたフレミングと同じタバコだった。3本の金の帯は戦時中に 海軍の司令官の階級を示すために追加されたものである。平均的にはボンドは1日60本のタバコを吸っているがサンダーボール作戦で健康増進施設を訪れて以降1日約25本に減った。フレミング自身は1日最大80本のタバコを吸っていた。薬物ボンドは仕事と娯楽の両方の理由で時々他の薬物を使用して アルコール消費の足しにしている。ムーンデーカーでは、ボンドが、サー・ヒューゴ・ドラックスとのブリッジゲームの前に、ウォッカと一緒にアンフェタミンを使用した。他にも、死ぬのは奴らだでシャーク湾を泳いった際や、私を愛したスパイにおいて、ドリーミー・パインズ・モーテルで脅迫されて警戒しなければ、ならなかった際など、心身の活性化が必要な任務では薬物を使用した。 歴史学者のジェレミー・ブラックよれば、ボンドは、フレミングの偏見の代弁者でもあり、複雑な性格として書かれている。フレミングの本全体を通して、ボンドは、人種差別的、性、差別的、同性愛嫌悪の態度を示している。これらの偏見と、ボンドが物語において取っている行動から、ジャーナリストのユーリ・ジューコフは1965年に、ソビエトの日韓紙、 プラウダでボンドの価値観について記事でこのように説明した。ジェームズ・ボンドは悪夢のような世界に住んでいます。そこでは銃口を突きつけられた状態で法律が書かれており、強制とレープは勇気とみなされ、殺人は面白いトリックになっています。ボンドの仕事は有酸階級の利益を守ることであり、ヒトラーが考えもせず殺すことができるよう野獣のように、 育て上げたと自慢していたヒトラー有限との若者たちと対して変わらない。ユー・リジュコフ、プラウダ、1965年9月30日しかし、ブラックはジュコフが書いているのとは異なり、ボンドが野獣であるとは考えていない。ロシアより愛を込めてでは、ケリームベイがブルガリアの殺し屋、クリレンクを撃つのを見て、ボンドは自分は冷酷に人を殺したことはなかったと述べている。 リビングデイライツでは、ボンドが恋にターゲットを逃しているが、これは自分を殺すために送られた、狙撃兵が美しい女性チェロ奏者であると気づいたことによる。ボンドはこれを殺人ではなかった。かなり近いところだったがと考えて納得した。ゴールドフィンガーは、メキシコの暗殺者を殺害した経験を通して、 ボンドが考えていることから始まり、このことについての哲学的な思考が披露される。人を殺すことはボンドの職業の一部だ。好きだと思ったことは一度もないが、殺さなければならない時はできるだけうまくやって忘れることにした。珍しい例々のコードネームを保持するシークレットエージェントとして、下界と同じくらい死についてクールであることが義務だった。怒ったことは仕方がない。 後悔するというのはプロらしくない。さらに悪いことに、後悔というのは心を蒸ばむばむしだった。ゴールドフィンガー、第一章、リフレクションズイン、AW バーボンボンドが悪党すぎるという批評家の批判に応えて、フレミング氏は1964年のプレイボーイのインタビューで、ボンドの性格を特に邪悪であるとは考えていないと述べた。ボンドは、必ずしも善人でも、 悪人でもないと思います。悪いところはあり、愛国心と勇気を除いて分かりやすい美点は、ほとんどありませんが、どのみち愛国心と勇気は多分美徳でもないかもしれませんし、しかし、私はボンドを特に人好きのする人物にするつもりは、ありませんでした。フレミングは一部の批評家の、ボンドを思考なき殺し屋として特徴づける考えに、同意したが、時代の産物であるとも表現していた。 ジェームズ・ボンドは30代半ばの健康で、暴力的であまり思索的ではない男性であり、自らが生きる時代の生き物です。私たちの時代に特に典型的な人物だとは言えませんが、確かにその時代を代表しています。ボンドの描写に含まれている、その他のフレミングの一般的な態度、偏見としては、同性愛についての考え方挙げられる。フレミングには、ノエル・カワードや、 編集者であるウィリアム・プロマーを含む多くの同性愛者の友人がいたが、プロマーはフレミングの本を熱烈な異性愛者のために書かれたと述べた。さらなるフレミングの態度の反映として、ボンドによると同性愛者は不幸な性的不適合者の群れである。不毛で欲求不満に満ち、女は支配しようとし、男は子供扱いだということであり、申し訳ないが、 ボンドには、そんな連中に構う時間はなかったと描写されている。ボンドは、チェルシーのキングスロード近くのアパートに住んでいる。メーマックスウェルという高齢のスコットランド人家政婦が、アパートの世話をしている。メイの名前は、フレミングの親友である、アメリカ人、アイバー・ブライスの家政婦であるメーマックスウェルから取られた。1955年、ボンドは、年間、約2000ポンドの純益を得た。 任務の最中は無制限に経費が使える講座がある。フレミング自身のサンデータイムズで働いていた頃の日常業務の経験がボンドの物語に織り込まれている。シリーズで一回だけフレミングはボンドのパートナーをボンド自身のアパートに住まわせたが、これはダイヤモンドは永遠にでボンドの米国での任務の後でティファニーケースの到着した時のことである。次の本。 ロシアより愛を込めての始まりまでにケースはアメリカ人と結婚するために去っていた。ボンドは女王陛下の零なのでトレーシー・ボンドと一度だけ結婚したがエルンツとスタブロブロフェルドによって妻は結婚式の日に殺され結婚は悲劇的に終わる。シリーズの最後から2番目の小説ユーオンディ・ライブ・トゥアイスではボンドは健忘症に苦しみ アマのキッシー鈴木と関係する。結果として、キッシーは妊娠したが、キッシーはボンドが離島する前に、これを明かすことがなかった。ボンドが最初に選んだ、サイドアームである、ベレッタ418ピストル。簡単に隠すことができる。カジノロワイヤルから、ロシアから愛を込めてまで、ボンドが好む武器は、軽量のシャモアレザーホルスターに入れた0.25、ACP ベレッタ自動拳銃である。 しかし、フレミングは、ボンド愛好家で銃の専門家である、ジェフリー・ブース・ロイドから連絡を受けた。ジェフリー・ブース・ロイドは、フレミングの銃器の選択を批判し、代わりに、ワルサー・ PPK の32口径モデルを提案した。フレミングは、ドクター・ノーで提案を使用し、バーンズ・マーチンのトリプルドロー・ショルダー・ホルスターと、一緒に使用してはどうかというアドバイスも受け入れた。この例として、 ボンドに銃器を供給するシークレットサービス武器担当官には彼の名にちなみブースロイド少佐という名前が付けられ、M は世界で最高の消火器の専門家として紹介していた。ジェームズ・ボンドのような立場にいる男性が25ベレッタの使用をすることは決してないだろうと指摘したいと思います。本当に女性向けの銃ですしさらに、 そういうことが得意な女性向けとはあまり言えないでしょう。いっそのこと、ボンドが38とか9ミリ口径で武装することをお勧めしましょうか。ドイツのワルサー PPK としましょうか。それの方がはるかに適切です。ジェフリー・ブース・ロイド、イアン・フレミングへの手紙1956年、キングズリー・エイミスは0075、ジェームズ・ボンド白書の中で、 ボンドは非常に射撃に優れていて、シークレットサービスでも最高レベルだが、共感には負ける程度だいうことにして、ボンドのキャラクターにリアルさを付加した。エイミスは、ボンドが非常に優れているが、他の人がまだ勝てる特技を多数設定した。これにはスキー、手での戦闘、水中水泳、ゴルフが含まれる。エイミスは、車の運転もボンドの得意分野だとしているが、 もっと優れたものもいる。ボンドよりも優れたドライバーの一人は、サー・ヒューゴ・ドラックスで、そのせいで、ボンドの戦艦グレーのスーパーチャージャー付きベントレー4、リットルが使えなくなった。ボンドは、その後、マーク2コンチネンタルベントレーを運転するようになり、その後のシリーズでもずっとこれを使った。しかしながら、ゴールドフィンガーの作中で、 ホーミングデバイスを備えアストン・マーティン・マーク3が支給された。サーブ900ターボ、1980年代のボンドの車1981年、作家のジョン・ガードナーは、フレミングの財産権利者から連絡を受け、ボンドの続編小説を書くように求められた。ガードナーは当初シリーズを断ったが、その後ガードナーは1981年の、 ライセンスリニュードから1996年のコールドまで14作のオリジナル小説と2本の映画のノベライゼーションを書いた。アメリカの出版社パトナムの影響を受けてガードナーの小説はバルバロッサの男でイギリス英語のトラウザーズ、トラウザーズではなくアメリカ英語のパンツ、パンツを着用したウェーターが出てくるなどアメリカ英語が多く使用されるようになった。 ガーディアンのに寄稿したジェームズ・ハーカーは、ガードナーの本は、馬鹿げたことばかりであり、アクションの多くがチッペナムを舞台に展開する、スコーピアスの謎や、あまりリアリティのないマーガレット・サッチャーと、ボンドが親しくなる、ミソサザイ作戦準備完了を例として挙げている。病気のため、ガードナーは1996年に、ボンドの小説の執筆を止めた。ガードナーは、 ボンド氏を1980年代に連れて行きたいと述べたが、フレミングが設定したままのキャラクターの年齢を維持した。ガードナーは年齢が同じのままであるにもかかわらず、年の経過しさすべく、ボンドの米紙が灰色になっていることにした。他にも1980年代らしい影響があり、ボンドはテータールのタバコを吸って、ますます健康に対する意識を高めている。 1981年のボンドの復活についてメディアはより政治的に正しいボンド像とサーブ900ターボという車のチョイスに関する報道を行った。ガードナーは後にボンドをベントレー・ミュルザンヌターボに乗せることにした。ガードナーはボンドの重機も更新した。ガードナーの本ではボンドは最初にブラーニング9ト、mm、ルを支給され、その後 H&KVP70 に変更され、次に H&KP7 に変更された。ボンドはまた、1982年にフォークランド戦争に参加したことが判明する。ガードナーは、フレミングのキャラクターを更新し、同時代の政治指導者も小説に登場させた。また、映画に出てくる旧のハイテク機器を使用したが、ジェレミー・ブラックはボンドが、 自身の能力よりもテクノロジーに依存していることを指摘した。ガードナーのシリーズは、ボンドを映画版の登場人物よりは、フレミングの小説に関連付け、フレミングの物語で取り上げられた出来事に言及していた。ジョン・ガードナーの引退後、レイモンド・ベンソンは1996年に、ボンドものの著者になった。アメリカ人最初のボンドのの著者であり、 物議を醸した選択だった。ベンソンは以前、ノンフィクションのザ・ジェームズ・ボンド・ベッドサイド・コンパニオンを書いていた。ベンソンの最初の仕事は短編小説ブラスト・フロム・ザ・パストで1997年に発表された。2002年に他のプロジェクトに移るまでに6本のボンド小説、3本のノベライゼーションと3本の短編を書いた。 彼の最後のボンド作品は2002年に出版された赤い入れ墨の男である。ボンドの小説とその仲間になるようなものの中では陰謀は私たちのヒーローだけでなく今あるような文明も脅かしているはずだ。装飾として普通の人々が訪問を思い描くことしかできないようなエキゾチックな舞台を使用しており、また興味と関心を高めるためにセックスと暴力を、 滑り込ませるのも大事だ。レイモンド・ベンソン・ベンソンはガードナーのパターンに従い、1990年代の現代的な時間枠の中でボンドの設定を作った。ジェレミー・ブラックによると、ジョン・ガードナーよりフレミングのスタイルの繰り返しが多く、ボンドの銃をワルサ・ PBK に戻し、ジャガー XK8 を運転させ、もっと悪態をつくようにさせた。ジェームス・ハーカーは、 フレミングのボンドはエクスプレスの読者だったが、ベンソンズは明らかにタブロイドを読むタイプだ。最初にグループセックスをするボンドでそして最初に売春婦を訪ねるボンドだと述べた。一方、ブラックはベンソンのボンドではフレミングにもガードナーにもなかったような素やさがどんどん強まっているとも述べた。百九十八年のインタビューでベンソンは自らのバージョンのボンドを以前より冷酷で暗い、 キャラクターだとして説明し、ボンドは、いい人ではありません。ボンドは、殺し屋ですアンチヒーローなんですと言った。キングスリーエイミス1967年、フレミングの死から4年後、制作プロダクションである、グリドローズプロダクションは、キングスリーエイミスにアプローチし、1万ポンドを提供して、最初のボンドシリーズ続編小説を書くよう頼んだ。 1968年にロバート・マーク・ハムというペンネームでコロネル・サンが発行された。ジャーナリストのジェームス・ハーカーはこの本は文学的なものではないがスタイリッシュであると述べた。レイモンド・ベンソンはボンドの性格や以前の小説の出来事はすべてコロネル・サンで維持されたと述べ、彼はカジノ・ロワイヤルで最初に登場したのと同じ暗くハンサムな男だと述べた。 セバスチャン・フォークス・ガードナーとベンソンがエイミスに続いた後、セバスチャン・フォークスがイアン・フレミング・プロダクションから新しいボンド小説を書くように依頼されるまで6年の空白期間があった。フォークスの作品は2008年5月28日にデビル・メイ・ケアとして発表された。フォークスはガードナーとベンソンによって確立されたタイムラインを無視し、 代わりにフレミングとエイミスによって使用されたタイムラインに戻り、1960年代を舞台の小説にした。また、本の中で60年代の文化的な指標となるものを多数取り入れた。フォークスは、ボンドのオリジナルのキャラクターと背景にも忠実であり、1967年の戦艦グレーのベントレーティーシリーズを運転するフレミング的英雄像を作り上げた。 ジェフリー・ディーバー2011年5月26日、ヤン・フレミング・プロダクションから依頼されたアメリカの作家ジェフリー・ディーバーがカルト・ブランシュをリリースした。ディーバーはボンドを1980年に生まれにして以前の作者たちのタイムラインとは別の年代設定で仕切り直すことにした。また、この小説ではミゴヤミロクから独立した旧、1 1以降の期間が舞台となった。 年代設定が変わった一方、ディーバーは、フレミングの小説の要素の多くを自作に含めることに、した。それには、食べ物やワインに関するボンドの好み、ガジェット類、そして、女性キャラクターのいくらか、途方もない名前が含まれていた。ウィリアム・ボイド2013年、ウィリアム・ボイドが書いたシリーズ続編小説、ソロがリリースされた。ディーバーの新しいタイムラインを無視し、 1969年に設定されたアンソニー・ホロビッツ2018年5月著者のアンソニー・ホロビッツがフォーエバーエーデーをリリースした1950年代に設定されたこの小説にはフレミングによって書かれたが以前にはリリースされていなかった資料が含まれているカジノロワイヤルの前に設定されボンドがレーレーステータスに昇格するまでを詳細に 説明し、フレミングの元々の小説のキャラクターらしい人物になるまでを描く。2005年、作家でコメディアンのチャーリー・ヒグソンは若い頃のジェームズ・ボンドを主人公としたシルバー・アフィンを発表した。これまでに5本の小説と1本の短編小説が発表され、最後の作品はヤング・ボンドシリーズの手引きであるノンフィクション作品、デンジャー・ソサイティ。 ザ・ヤング・ボンドドシエの一部として出た短編小説、A ・ハードマン・ツー・キルだった。ヤング・ボンドは1930年代が舞台とされ、年代はフレミングの年代と一致する。ヒグソンはフレミングの遺産管理者からオリジナルのフレミング版を除き、他のボンド解釈を全部無視するように指示されたと述べた。ボンドの幼年期の背景として、ヒグソンは007は二度死ぬに出てくるボンドの 死亡記事と自身とフレミングの子供時代の経験を用いた。若きボンドというキャラクターを作るにあたり、ヒグソンは車や高級ワインへの愛着など、ボンドのキャラクター特性となるものの起源のいくつかに触れた。ボンドの本案は、フレミングの作家としてのキャリアの初期から作られており、CBS は最初の小説、カジノロワイヤルを1時間のテレビドラマに、 本案するために1000ドルを支払った。ドラマは1954年10月21日に放送された。バリー・ネルソンが演じたボンドのキャラクターはアメリカのエージェントであるジミー・ボンドに変更されていた。1957年、デイリー・エクスプレス紙はフレミングの物語を漫画に本案した。画家を助けるためにフレミングは自分がボンドをどう見ているかを示すスケッチを移植した。 イラストレーターのジョン・マクラスキーは、フレミングのバージョンを、時代遅れかつ、戦前風とみなし、ボンドを、より男性的な外観に変更した。1962年に、カナダ人のハリー・サルツマンとアメリカ人のアルバート・アール・ブロッコリーは、イアン・フレミングの小説、ドクターの大元に、ショーン・コネリー主演で、ユナイテッド・アーティストを通じて、最初のボンド映画を制作した。 コネリーは映画のスクリーンでボンドを演じた7人の俳優のうち最初の1人であり、そのうち6人は e ー On p r o d u c t i 制作の映画に出演した。俳優はそれぞれ外観が違うだけでなく、ボンドの役割を異なる方法で解釈している。ありがとうございます。